皆さんこんにちは。プレゼントしたくなるおしゃれな天然酵母パンクリエイター高橋孝子です。本日はパン作りの道具ということで、こちらの、パン切り包丁についてお伝えしたいと思います。はい、パン切り包丁ですね、大概こういう波刃ですね、なみなみしたこう刃がついてたりします。こちらもそうですけどね、はい、で、こちらの方ね、ちょっと入れてスススッっていう風に切っていくんですけれども、こちらの方が入ってるがためにそんなにこうパンのね生地が潰れずにうまく切れたりとかっていうことがあります。パン切り包丁は私も何種類か使ったことありますけど、割とこの2つが気に入っててですね、1つはサンクラフトカットっていうこの黄色い柄がついたものなんですけど、これギザギザが細かいので割とね熱いうちでもそこそこ綺麗に切れたりするのでいいなと思って買いました。もう一個はですね、貝印さんの方で出しているこちらの包丁なんですけども、これ波刃の部分は大きいんですが、刃自体がやはりですね、いい感じの刃を使ってまして、とても切りやすいです。はい、パン切り包丁値段も本当にピンから切りまであるんですけど、1000円ぐらいで買っちゃうものとか1万超えとかするものとかあるんですけど、まあ、大概高い方が切れ味ですね。はい、もっと木ねパンをこうザクザクってやるような時とかもあるんですけれども、まあ、私もどこかでまたそういうちょっと違うねパン切り包丁を買ってみたいかなと思います。包丁とかですとですね、難しいですね。はい、ちょっと綺麗にはなかなか切れないので、どちらかっていうと綺麗にスパッと切りたければこういったパン切り包丁を使っていただくのがいいと思います。